Jeez, like Yuki, she like Ikki that she liked. Yeah, I think it was mostly Ikki that she liked. Now she wants Ken in this one. さて、今日からしばらくバイトはお休み。今日はケントとデートだね。そろそろ約束の時間かな。下降りてみようか。あ、今ちょうど正午だ。待たせたな。おお、正午きっかり？地方か、あんたは。行こう。今日は以前君とよく会った道を歩いてみようと思って。思い出の場所を散歩か。意外とまともなデートだね。って散歩？それってもしかしてまたあの競歩なの？ああ、やっぱり早いし無言だし。I wish you could just had an option to run at him and jump on him. Piggyback ride.ある方だね。バイト行くのとは違う道だからちょっと新鮮なんだけど、周りを見てる暇がないよ。ちょ、追いつけないよね。大丈夫？あいつ本気でこれがデートのつもりなのかな。一気とかいうあのたらしっぽい友達にでも女の子との付き合い方を教えてもらえばいいのに。Playboy friend. ここってお墓？一体どこ向かってるわけ？どうした？なぜついてこない？ You're walking too fast. そうか。それはすまなかったな。あ、意外と素直に聞いてくれた。黙り込んでいたかと思えば、初めに出てくる言葉が文句か。実に君らしいことだ。え、それってちょっと悪く捉えすぎじゃない？どうせ話すなら文句以外の話はないのか。なんて無茶ぶりを。こっちは今週分の記憶しかないってのに。でも何か話さないと向こうからは話してくれないし、足も止めてくれなさそうだね。どうする？ I was coming at work. そうか、それは良かったな。ダメだ、全然話が続かない。Are you really going to start out abroad? は？今更何を言ってるんだ。ちょっと直球すぎるよ。君は留学するの知ってたことになってるんじゃないの？追求される前に他の話題振らないと。ダメだ、何か話さないと間が持たない。Coworker told me we're love rivals now. おお、なかなか興味深い話題を振ってくるな。そんな話をして、君は私にどう反応してほしいんだ？君は今日も退屈そうだな。私と過ごすことに意味を見出しているようにも見えない。挙句の果てに出してきた話題が同僚から恋敵宣言された話か。それで、それがどうしたんだ？まさか君は私にその女性を紹介しようとでも言うのか？なるほど。君はわざわざ同僚と対立してまで私と付き合うほどの情熱など持ってはいないだろうな。そもそも私といても苦痛なだけだろうし、同僚に恋敵がいるならなおさら苦痛だろう。遠回しに別れたいと言われているようにも思えるが、そう解釈していいのかな？ Why would you assume that?違うというのか？なら一体何のつもりなんだ？単なるお茶受けの話題か？君はそうやってすぐ私の言葉に反発しようとするな。素晴らしい反射神経だと褒めてやりたいくらいだが、正直
幼稚極まりないね。私もよく無神経だと言われるが、君も大概だな。そんな話を私が楽しんで聞けるとでも思っているのか？確かに私は以前と変わらず、人間は生涯を通じて複数の異性と関係を持つのが効率的だと思っている。は？だがそれは何も同時に複数の関係を持つという意味ではない。私にはそれほどの情熱も時間もないよ。君のお相手すら十分に務められていないようだしね。もちろん秋が来れば早々に別れ、次の関係を探るのが効率的だが、私は見切るにはまだ早いと考えている。つまりだ、今現在私に好意を持っている女性が存在したとしても、私にとっては何ら関係ないということだ。しかし君の方はもう飽きたのかな。それならば先ほどの話にも意味が生まれてくるが。ちょっと待ってよ。何なの？単なる雑談にこれは過剰反応じゃない？しかも飽きたら別れるって、君とも飽きたら別れるつもりで付き合ってるってわけ？何を言っている。以前から私は同じ主張をしている。そして君と何度も口論をしただろう。まさか忘れたのか？前から言ってたのか。ああ、さっき言ってたね。以前から主張してるって。まあ、今現在はまだ飽きてはいないから、単なる主張に過ぎないがね。ああ、もう、何なんだよこいつは。こんなことずっと主張されてれば、前の君が切れまくってたのはごく当然だよ。で、え？はあ、憧れていた人に失恋した？へえ、で、それがどうかしたのか？いいかい、私は君の担任ではないし、カウンセラーでもない。数学の教師としてごく短期間招かれているだけなんだよ。しかも非公式にね。その私に恋愛事を相談して、どんな返答を期待しているんだ、君は。ああ、相談ではない雑談だと。へえ、君は自分の失恋を面白い小話だとでも思っているのかな。なら私の見解を述べるが、死母の相手を次々に変えていくのは生物として実に効率的だね。多くの情緒的経験ができるし、飽きたら別れるという交際スタンスはより多くの子孫を残す可能性がある。というわけで、君の失恋は大学時代の経験として実に有益だ。今後ともその調子で。納得のいく理由を聞かせてもらおう。なぜ私が君から平手打ちを食らわなければならないのかな。うわ、まためまいが。どうした？また立ちくらみか？君はそんなに体の弱い方だったか？口論をしている場合ではなさそうだな。歩けるか？うちまで送ろう。But I saw a picture of him how fast he walks. はあ、せっかくのデートなのに今日は散々だったね。でもまあ、少しとはいえ記憶が蘇ったのは収穫だったかな。とりあえず今日の記憶を見て分かったことが2つあるね。一つはケントが非公式の数学教師として君の大学に来てたってこと。君とケントが知り合ったきっかけはこれなのかな。てか非公式の教師って何？あともう一つは君とケントがやっぱり昔から仲悪かったっぽいってことだね。今まで蘇った記憶が2つともケントと喧嘩っぽい話をしてる記憶だもんね。でも本当に仲が悪かったら失恋した話なんてしないだろうし、あれがきっかけで険悪になったとか。まあ何にしても君にとってケントの存在が大きな場所を占めてたのは間違いないよね。だって蘇った記憶ケントのことばっかりだもん。とりあえずこのままあいつと付き合っていくのが記憶を取り戻す近道かな。まあ今日は喧嘩別れみたいになっちゃったわけだけど。大丈夫だよ、君たちにとってはこんなの日常茶飯事だったはずだし。
多分明日には最初の日みたいに話し合おうって呼び出しが来るんじゃないかな。Yes, a little challenge. That's so funny. Yosh, look at the tatty aroka. I wanted to talk with you, not argue. If you feel the same, come by the cemetery. Are, 全然果たし状じゃない。もしかしてケント、昨日の喧嘩で落ち込んでる？まあ、とりあえず行ってみようか。喧嘩じゃない話がしたいのはこっちだって同じだもんね。来てくれたか。ああ、何話すつもりなんだろうね。少し歩くか。また歩くのか。こうして歩いているとき、君は何を考えているんだ。どうして黙ってついてくる。What are you thinking? 私自身の話をする前に前振りを入れようとしたのがわからないのか。まあ、逃げるなということか。私はな、こうして歩いているとき、考えていることがある。この道はカップルが多いな。彼らはなぜか皆手をつないで歩いている。私もなぜか君と手をつなぎたいと思う。だがどれほど考えてもその必要性が見当たらない。彼らはなぜ手をつないでいるんだ。愛情を確認する儀式か、順次接触を増やしていく段階の一つとしてか。なら私と君の場合はどうだ。君が私に愛情を持っているとは思えない。接触を増やすにはまだ早すぎるようにも思える。つまり客観的な必要性はない。それなのに私は君と手をつなぎたいと思う。なぜだろう。なぜって、あのねえ、これって突然手を取ったら怒るだろうか。私は理由を何と説明すればいいのだろうか。振り払われないだろうか。そもそも手をつなぐ必要があるのか。私は周囲の恋人たちに同調しようとしているだけではないだろうか。必要性が見つからないのであれば私は認めざるを得なくなる。私は君が好きで、君にそのただ触れたいんだということだ。隣を歩いているとどうしても君の手を意識してしまう。それでつい早足になる。君がついてくるには早すぎただろうか。だとしたらすまない。君は付き合い始めてから私に対する態度が変わったな。トゲトゲしさがなくなった。そのおかげでこの1週間君と穏やかに過ごすことができた。できればこの状態を維持したい。だが君の態度が変わった理由がわからない。先に踏み出していいのかわからない。私は歩きながらそういったことを考えていた。まだ何か疑問はあるだろうか。Maybe we should hold hands. いいのか。君がいいというのならそうだな。そうしようか。Aww. ゆうべ恥を忍んで一休に事の次第を相談したのだ。そしたら彼は散々笑った後に今の話を全て話してこいと言った。実際君はこうして手をつないでくれたのだから一休の意見は正しかったということになるのだろうか。結果が是であるから元となった推論は是である。機能法だな。私はもっと君に私自身の考えを話すべきなのだろうか。君と会話をすれば口論にしかならないというのは私の思い込みに過ぎないのだろうか。君は私の考えを聞きたいと思うか。 I do, man. そうか。
ではまず昨日のことを話そう。君の友人が私に思いを寄せてくれているらしいという話だな。いろいろ考えたが、昨日言った以上に分かりやすい物言いが思い浮かばなかった。私には君がどうしてそんな話をするのか理解できない。私と別れたいというふうにしか聞こえなかった。だがこれでは進歩がないな。それでだ、一休に言えと言われた言葉をそのまま言おうと思う。誰が思いを寄せてくれようと私には関係ない。私は君が好きで、その気持ちは揺らがない。君はそう思ってはくれないのか。私の言いたいことを要約したらこうなると言われたのだが、これで本当に伝わるのだろうか。そうか、そうなのか。それならよかった。そろそろ戻るか。今日は風が冷たい。ああそうだ、一休からもう一つ指示されたことがある。口論になった時に最も有効な行動は贈り物をすることだそうだ。私なりに調べてみたのだが、恋人同士の贈り物というのは手作りのものがいいらしい。考えてみたのだが何も思いつかなくてな。こんなものを作ってみた。手作り算数問題集？ちょ、空気読んで隠れてたのにツッコミ入れずにはいられなくてつい出てきちゃったよ。君の専攻とする心理学には統計の算出が不可欠だと思うのだが、君は計算が遅い。これは役に立つと思う。単純な算数問題を日常的に解いていくことは脳の運動にもなる。君にはぜひ進めたいのだが、どうだ？ Thank you very much. では、明日にでも持ってくるといい。私が見てやろう。私はそろそろ戻る。明日はうちにいるので、よかったら訪ねてきてほしい。ではな。いやー、今日のケントはなんか優しくて調子狂ったね。Cause it was so crazy fun. っていうか、手作りの算数問題集って。ああ、ケントって君の数学の先生だったんだっけ？それで心配されてるのかな？多分前の君って今のケントと同じかそれ以上に喧嘩腰だったんだろうしね。あんな風に喧嘩腰だった相手が急に普通の対応してきたらそりゃあ戸惑うよね。それにしてもケントって真剣に君のことが好きなんだね。あの理論男があんな風に下手に出てくるなんてびっくりしたよ。僕はよっぽど昨日の喧嘩が答えたんだろうね。最近君が喧嘩を買わなかったから余計にさ、記憶は全然蘇らなかったけどさ、あいつとはこれからいい関係を築いていけそうでよかったね。明日は久しぶりにケントの家に行ってみる？うん、きっと今度はもう少し近づけるんじゃないかな。